りあえず終了しました。もう一度加熱しました。ここまでの過程は前回と全く同じ工程を踏んだので、とりあえず動画撮ってませんけど、現状、こんな感じになってます。まあ前回同様無色透明です。本当に美しい状態になってます。でなおかつね、なんか気になったみたいで、昨日の夜10時に俺が家に帰った後にこっそり一人で焼いたそうです。まず一回、そしてもう一度今やったので、合計3回、もう絶対戻さないって気持ちで焼いたみたいですね。あいつとしては、まあ、回数の問題じゃないんだけどね、まあ、ちょっとだからこの状態で明日の昼ぐらいまで様子を一回見て、その後またレポートします。現状そんな感じです。登場してもらって、ちいさん。で、まあ車の中からの景色っていうバージョンで、うん、そしていい、ね、ここで色をお伝えしようかな、うん、結果発表しようかなって、なるほど。ですけど、いいですね。まあ色はちょっと無理かな、お伝えはどうかな、なんとかわかるのかな。なんかでも綺麗ですね。まあなんか綺麗な。シャンパンピンクみたいな、うん、ロゼピンクみたいな感じかな。ロゼライトロゼピンク、ピンクっていうほどピンクではないんだけど、うん、まあでも結論から見えるな。結論からいくと本当に俺が最初の動画で言った通りのイメージですね、今じゃないけど、うんうんうん、だからまあ勝ち負けとかの話ではないんだけど、本当にあの動画で話した通り、うん、真っ白になりそうでならなくて、ブラウンが抜けた感じって言ってたけど、本当にその通りになったから、うん、本当になんか嬉しいなっていうのもあるし、うん、その思ってた通りになったからだけじゃなくて、すごく綺麗なんで、うん、まあ、なんていうかね、このこれ3回加熱したからこそ出た色って感じなんで、うん、もちろんやらなければこの色は出ないかったから、うん、すごくなんかそういう意味で愛着が湧いてきたというか手放したくなくなってきたそうそう、単純にあの加熱ですよとかっていうくだらない歌い文句だけじゃなくて、あ、面白かったし結果的に良かったなって感じですね、うん、これはいいですね。あ、ちょっとこんな車の中の撮影じゃわけわかんないと思うけど、うん、一応これで、で、まあさっき撮った写真もあるしね。あ、じゃあそれを見せていきますね。うまく使ってもらって、本当に、うん、本当の綺麗さを出してもらって、うん、でまあさすがにこれはちょっとあのもうこれで以上やめますんで、多分同じ結果になると思うんで、うんうん、何回焼いても、なるほど。だとしたら、うん、だとしたらもうやる必要ないから、これで一回終了としますこの企画は。なるほど。わかりました。ついに。はい。まあ要するに紫外線なんですよこれ。紫外線に当たると、うん、戻る感じだね。なるほど。でまあ。戻るのもあれば戻らないのもあるし、うん、逆にブルー、綺麗なブルーに焼き上がって、うん、次の日紫外線に当てると薄いブルーになっちゃうっていうのもあるんだよ。本当にじゃあなんていうか神のみぞ知るみたいな感じなんですかね。そうね、だから生き物みたいな感じだよね、そういう意味ではね。そう、さっき言い忘れたけど、うん、今回の加熱方法っていうのは俺も見たことのない初の加熱方法って言ったじゃん、うん、ああ、これってね、カット職人しか思いつかないような加熱の方法なんだよ。いわゆる一般的な方法ではないんで、多分ね、これをやったことある人ってめったいないと思うんだけど、うん、この加熱法のすごいところ、うん、これってね、普通どんな加熱方法をとっても、だいたいね、表面が少しだれたりして、うん、あのカットし直さなきゃいけないんだよ。それが、その工程がいらないんですよ、この方法だと。この加熱を、なるほどな。うん、だからもうものすごい加熱方法ですよこれって。
普通はもっとなんか高温で焼いたりするってことですかね、そしたら。もうちょい、もうちょい高温になるんで、どうしてもどっかにガレが出たりとか、しちゃうんですよね。なるほど。カンチャーナーアグリで、あの、オーナーに見せてもらった、焼いたやつなんですよ。くっついちゃってたじゃん。うん、そうですね、そういえば。そう、何か混ぜてから焼くバージョンとか、うん、あと、当然、今回のように一個で焼くか、複数個で焼くか、っていうのも、もちろん、うん、違ってくるし、うん、最低でも何パターンかは 3種類ぐらいあるんだよ、やり方は、うんうん、みんな人それぞれで。で、まあ、あとあれなんですよ、ジルコンも何かちょっと特定の薬品を入れて焼くと、うん、白が長持ちするというか白のまま維持するって社長が言ってたんだよね。へー。ただ今回俺はあんまりなんか変なもの入れないでくれって、そのままの状態をそのままただ加熱のみのでどうなるかを知りたかったんだよね、今回に関しては。だから、まあ、それとしての結果はちゃんと出たから、よかった。